よろしくお願いいたします。お願いします。いやー、今回ですね、対談させていただくのは多くの YouTuber をマネジメントするウーム株式会社鎌田和樹社長です。よろしくお願いいたします。すいません、ちょっと元気いっぱいで急なテンション、すいません、ちょっとだいぶ緊張しておりましてですね、YouTuber あるあるですね。 YouTuber あるあるですか。数々の YouTuber 見てきてますもんね。見てきてます。みんな急にスイッチパンって入りますか。やっぱそれでも嫌じゃないですか、そのカメラ回ってないとこでもよろしくお願いしますとか言いました。それは嫌ですよ。その圧で来るみたいな。さっきちょっとね、はい、こうちょっとおとなしめだったんで。じゃあやめてください。おとなしめじゃないですよ。おごそかにと言いますか、失礼やってよ。だって初対面じゃないですか、社長。いや、だってこうちょっと事前にもちろん全部動画もね、いつも見させていただいてるんですけど、はい、ワンかけてこう見てたら、はい、もうすごいテンションで話されるじゃないですか。いや、まあそうですね。自分たちのクリエイターと話してる方がこうのほほんと話すんで、はい、今日このテンションで来られたらどうしようかなって。そうですね、僕はちょっとどうしてもこうジャージとタオル巻いちゃうとこのテンションになってしまう。ちょっとやりづらいかもしれないですけど、一応今日は仕事と仕事の合間じゃないですか。そう、ああ、仕事と仕事の合間、切り替えが追いついてないですね。なるほど、社長、じゃあこれまあやめ、切り替えていきましょう。すいません、よろしくお願いします。逆に聞きたいのは、その鎌田さん、社長とお呼びしても大丈夫ですか。もちろん、はい、社長がテンションバーン上がる時とかはあるんですか。やっぱバーディーパット決めるゴルフ好きなんですよね。ゴルフ好きです。僕も、ね、僕も大好きなんですよ。それこそウームゴルフさんで僕小賀さんと対戦していただいて、はい、お邪魔させていただきましたけども、いつかね、社長一緒にゴルフなんてっていうのもぜひ。ほんまですか。めちゃくちゃ何よりもそういうの嬉しいです。え、ほんまですか。俺みたいですもん、鎌田社長がよっしゃーとか言うことかみしめて。いや、そういうのを見てみたいですけどもね。よろしくお願いいたします。ちょっと、まあ、ちょっと前の話になっちゃうんですけども、はい、ウームさんと、吉本の資本業務提携、はい、ありがとうございます。いや、本当にね、僕実はそこから何度かウームさんにお邪魔。何がおもろいんですか。なんか、はい、その時に、はい、こう僕も今日直接お会いするの初めてじゃないですか。初対面でございます。その、 あの発表した日に、はい、わざわざあのツイッターで DM くださって。なんか、え、僕、芸人さんだと思ってるんですけど、はいはい、こんなきっちりと連絡してくださる方がいるんだ。ちょっと恥ずかしいです。社長、それ言わんっていう約束じゃないですか。すごい長々と、いやいやいや、なんか吉本興業背負ってるんだな。いやいやいや、なんて言うんでしょうね、やっぱり挨拶っていうのはしっかりしないといけないなと思って、もうちょっとラフな挨拶になるかなと思ったのが、初めましてみたいな。ユニークゼロの、ユニークゼロの、今後ともよろしくお願い申し上げます。いやいや、食べなさい。そうなんですよ、実はあのちょっと連絡させていただきまして、だからもうあれでもう印象が、まあ、やっぱ YouTube のチャンネル見させていただくのと、はい、生々とこう連絡いただいて、はい、まあ、しっかりされてるっていうのはちょっといいかどうかちょっと置いといてですけど、僕らからするとやっぱそういうことやってくださる方ってやっぱこう一緒に今後仕事したいなって素直に思いましたし、あ、嬉しい。あ、じゃあよかったってことですか。そうだ、今日まで誰も言ってないんですけど、そのことは DM いただいたってことは。なんで今日言うたんですか。青しみたいな。ありがとうございます。ちょっと前スカイピースにダイレクトメールとか言って面白かったから。めっちゃコメント欄来ました。ダイレクトメッセージですよ。僕ダイレクトメール読むんですけど、ありがとうございます。いや、逆にまあ言ってくださってありがたいですよ、ほんまに。でもやっぱり僕的にはちゃんと挨拶はしとかなあかんなと思ったので、よろしくお願いします。でもウームさんにね、ちょっとこちらは何度か来てるんですけども、まあやっぱおしゃれですよね。そうですか。めちゃくちゃおしゃれですよ。逆に僕、吉本さんの学校の雰囲気も好きですけどね。どう、それ聞きたかったんですよ、社長。はい、学校何度か来られましたよね。行きました。吉本の本社なんですけど、日本一ちっちゃいファミリーマートなんか見ました。めちゃくちゃちっちゃい。めちゃくちゃちっちゃいでしょ。めちゃくちゃちっちゃい。そう、そうなんです。でも学校でもうウームさんと比べたら全然違うわけじゃないですか。こちらはおしゃれで、もうあれも廃校となった小学校だったりしますけども、はい、でもやっぱグラウンドアンド魅力的じゃないですか。あ、まあ、芝生の土ですよね。あ、まあ、土で、あ、まあ、そうですね、はい。でもなんかこう、あんな走れる場所とかあるんだと。でも学校行くこと少ないじゃないですか。あ、まあそうですね。ただやっぱ毎日通われてから逆にちょっとどうなのかなっていうのは思いますけど。そうですよね、まあっこの広場なんて言ったら芸人のもスケジュール取り合いですからね。みんな走りたがるんですよ。すぐに撮影入れたがるんだ。実は取り合いだったりするんですけど。そうなんですか。そうなんです。でもやっぱ僕はね、僕は聞いたんですけども、その吉本とこうウームさんが提携するにあたって、吉本のこう上層部がウームさんにご挨拶をして、いろいろちょっとシステムなどを教えていただくみたいな時間があったらしいんですけども、まあ
吉本の社員がもう黙りまくったらしくて、もうこんなすごいんやみたいな。あの藤原さん、名物な藤原さん、笑ってはいけんの藤原さんなんか、へーしか言わんかったらしいですよ。へーしか言わんかった。すごい内部情報お知りになってますね。そっか、これちょっと使わないかもしれないですけど、全然全然すいません、申し訳ない。その噂だけちょっと風の噂聞いたんですけども、これからもよろしくお願いいたします。ちょっと今日はせっかくなんで社長にいろんな話をお聞きしたいんですけども、まずまあ会社ですよね、こう立ち上げたきっかけっていうのは。きっかけはまあヒカキンって YouTuber がいて、はい、で僕ウームの前から知り合いだったんですけど、はい、たまたまこう彼と会う機会があった時に、はい、YouTuber をやっているみたいな話を聞いて、僕本当にその時怪しいねって話をしてて、はい、それ何年ぐらい前ですか。それが2012年なんで8年前ぐらいですね。8年前、はいはいはい。でまあ本当に僕怪しいねって思ったんでそのまま言いましたし、はい、でちょっとしてシンガポールに行くって言ったんで、うん、まあじゃあ一応観光名所でも送ろうみたいなこと言ってきて、結果帰ってきたら、いや全然行けませんでした。うん、まあ、何のためにシンガポール行ったのみたいな話をしてたら、はい、Google さんに招待されて行ってきて、はい、でたまたま行ったらスティーブン・タイラーと共演してきてみたいな、それはちょっとなんか俺の世界を超えてるねみたいな感じ で、うん、でそこからちょっとちゃんと、お話聞かせてって言ったら、海外にそういうインフルエンサー、今でこそインフルエンサーでしたけど、はい、YouTube スターですね、はい、ハリウッドスターじゃなくて YouTube スターって人たちがもう活躍をしていて、日本もこれから来ますと、うん、でマルチチャンネルネットワークって仕組みがあって、はい、それもこれから日本で来ますっていうのを聞いて、うん、面白そうみたいな。ああ、ちょっとワクワクしたんですね、社長の中で。もう素直に、僕もその前にちょっと会社を辞めていて、前職を辞めていて、はい、まあ、半分がニートだったんですよ。へえ。なんか事業はしたいなと思ってたんですけど、なんかやるきっかけもなかったし、うん、その話を聞いて素直にこう彼のこう夢を応援したい、夢っていうとおこがましいかもしれない、困ってることをなんか手伝ってあげたい、はい、本当になんか企業さんとお仕事して請求書出すとか、はいはいはい、そういうクリエイティブじゃないことってたくさんあるじゃないですか。まあそうですね、あまり表には見えない仕事っていうのもね、たくさんあります。で聞いてるとやっぱこう半分ぐらいこう騙されてんじゃないのかなみたいな話があったりとかして、うん、その変いい形に使われちゃっている、はいはい、まあ、そういうのをきっかけにして解決してあげたいって思ったら、やっぱその YouTuber って人たちたくさんいると、はい、で一人ずつ話に聞きに行って、もう全くこんな感じですね。スタバとかカフェとかでずっと話をして、はい、僕こういう人間なんですって3時間ぐらい話を毎回させてもらって、はいはい、そしたらみんな多分ちょうどタイミングが良かったのか、うん、じゃあ一緒にやりますみたいな、はいはいはい、それがきっかけで UUUM の前にオンセールって会社を作って、オンセール、オンセール、はい、で僕がやりたかったことはこうネット通販みたいなのもやりたくって、うーん、クリエイターが紹介したら物が売れる、これをどん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 無限にいろんな人たちがやってたら、はい、すごい規模になるんじゃないかなと思ってやったんですけど、はい、最初うまくいかなくて、いかなかったんですね、はい、でそれはやっぱりこうアプリだったらダウンロードされるけど、例えば20万円のカメラだったらそれ個数ってやっぱ売れても限られるわけじゃないですか。そうですね、全体的に、はい、って思った時に全部のものが売れるわけじゃないんだなと思って、はい、ちょっとこれは僕のビジネスが違うかもしれないと思って、うん、でただ面白かったんですけど、企業さんからすると物が売れなくてもいいと、うん、宣伝として世の中の人に認知されたらそれでもいいっていう形でお金を使う会社さんがたくさんいたので、はあ、なるほど、売れなくてもいい、まあ、最終的にはもちろん売れなきゃいけないんですけど、はいはいはい、何のためにそのプロモーションするんですかっていうと、うん、必ずしもそれが売り上げに直結するものもあれば、うん、そうじゃなくまずはあの認知度を高めたい、はい、その後に購入意欲の方に流していくんですけど、はい、一番最初に見られたいって言った時にもう YouTuber の動画っていうのは素晴らしいと、うん、売れなくてもビジネスになるんだって思って、はい、そこからちょっと方向転換しようかな、うん、でそうすると僕営業もそんなできないんで、うん、結局企業さんのところ行って、じゃあどこどこの会社さんと僕たちにこう広告のためにお仕事くださいっていうよりもいろんな代理店さんがいらっしゃるわけじゃないですか、はいはい、だからそういう人たちの仕事をめちゃくちゃ持ってきてくださるんですよ。お、俺は何のために存在してるんだろうなみたいなことをまた考えて、はい、でそうすると気づいたことが、うん、持ってきていただくお仕事はたくさんあるんですけど、はい、これ間に入ってやり取りする人とか、はい、結局一番最初はヒカキンというクリエイターに対してやってたサポートをみんなにも提供してあげたら、うん、ここでもしかしたら可能性があるのかなと思って、はい、じゃあそのネット通販の会社を事務所に変えましょう、はいはいはい、その時になんかオンセール株式会社だったんですけど、はい、
なんか事務所でオンセールってなんか、うん、所属してる人たちをバカほど売っていきそうでイメージがあんま良くなかった。確かにね、はいはいはい。なんでそういう時はちょっと名前変えようって、うん、ヒカキンに何がいいって言って、でまた難しいお題を出すのが、はい、やっぱヒカキンってこう中性的な名前がいいんじゃないですかと。ほう、そのなんか男性目線の名前とか、はい、女性目線じゃなくて中性的な名前がいい、はい、で次にドメインを取るときにドットコムが取れる名前がいいと思いますと。ほう、やっぱすごいところ見てるねと。そうですね、ちゃんと考えて、そこは考えて、はいはいはい。で3日B1 ぐらい本当に構えましたけど、はい、浮かばないんですよ。あ、社長も浮かばなかったんですね。そんなセンスがある方だと思わないし、なんかこれ出してもこれもなんか似てますねとか、はい、なんか途中いいね株式会社にしようとしたりとか日があって、いいね株式会社あの Facebook のいいねとか流行ってたりしてて、あ、当時がね。当時、なるほど。でもそれは言ってみたんですか、ヒカキンさんに。言ってみたし、でも叩いたら10社ぐらいあるんですよ。もうあるんだ。世の中うぞうぞに会社名ってやっぱあるんで、はい、違うなみたいになって、うん、でずっとこううーんって言ってた時の、その今のうーんって言ったのよくないところから、うーむって名前にしたっていう。え、それはうーんって言ってたのが社長で、そこにヒカキンさんがいらっしゃってっていうことですか。これね、3人で話してたうちの2人が僕とヒカキンなんですけど、はい、もう1人今の社員がいるんですけど、はい、僕じゃない誰かが言ってたってことだけは分かるんですけど、もうちょっと思い出せないんですよ、はい、あ、なるほど。でも誰かがその時にもううーんでいいんじゃないですかみたいな。そう、それいいねって言ったのは確実に僕なんですよ。へえ。それでまたドットコムが取れるかどうか探っていって、はい、最初 UUM だったんですけど、はい、何も取れなかったんですよね、うん、でそこの UUUM にして、はい、で取れたのがやっと .jp で、はい、じゃあこの4文字でいいねっていうところから会社名を決めて。はあ、そういう決まり方したんですね。それがわずか、まあ口説いてた事件もちろんありましたけど、うん、じゃあオンセールって会社を作ったのが2013年の6月27でしたと、はい、でそこからUUUMにしたのが10月の中旬なんで、はい、3、4ヶ月の間に、うん、一回違う事業をテストして失敗して、はい、で事務所にしましょうっていうふうにやってたんで、はい、まあ、多分、まあ、よく僕らベンチャーでピボットっていうんですけど、ピボット、はい、あのバスケットボールとかと一緒で、ああ、バスケでありますね、ピボット、ね、これやってダメだったから次のこれやってみましょうって、はい、その決断がやっぱ早くって、はい、で結果当たるまでいろんなことってやるじゃないですか。はい、そうですね。でそれを事務所にしたのがたまたま、まあ、良かったっていう感じで、うん、まあ、それがまあずっと続いて、まあ、今のUUUMになってるですね。なるほどね、勉強になりますわちなみにゴルフのボールアウトはディポットって言います。グリーン傷つけちゃダメ、名門だと怒られちゃいますから、やらないということなんですけど社長の中でその当時のエンタメ界っていうのはどう見えていたんですか。いや、僕そんなに何にも見えてないですよ。むしろ僕なわけないですよ。今もですけど、はい、テレビめちゃくちゃ好きなんですよ。よく言われるのが、はいはいはい、なんかインターネットのみたいな、いつもスマホで見てるんでしょみたいな。それ見てますけど、はい、同じぐらいテレビ見てるし、なんかこう今日こうやってお話しさせていただくのも、そもそもがそのテレビに出られている芸人さんでみたいな、はい、この仕事をやらせていただいてるから、うん、こんな機会いただいてますけど、はい、普段めっちゃ緊張する。自分はクリエイターに会った時も緊張しますし、はい、なんかこうだ、全てなんかこう、なんつうんだろうな、こう実感が半分ぐらいないような。そんな風に見えないですけどね。いや、なんか仕事柄慣れてきてるってもちろんあるかもしれないですけど、はい、その時の僕が今こうしてて、今日こうやって海作さんとお話しさせていただくなんて、もちろん夢にも思ってないし、そうですか。本当にミーハーという言葉が合ってるかわからないですけど、うん、こうなんか一消費者側にいて、はい、すごく面白くバラエティだったりドラマだったり普通にテレビも出していただいて、はい、でも全然向こう側の存在ですよね。事務所もそうですし、はい、地上波とかテレビ局とかも一緒ですけど、はい、そういう人たちとこうやって今仕事してるのが不思議なんで、はい、その当時も何にも思ってなかったですね。へえ、はい、そうですか。事務所やろうって決めたけど、はい、何やるんだろうみたいな。そんな感覚やったんですね、はい、ただ分かんなかったんで、全部クリエイターに困ってることを聞いていて、それを解決してあげる、サポートしてあげるっていうところですよね。はい、今社長がそのテレビ好きっておっしゃってましたけども、まあ、世代的にはまあ近いっちゃ近い世代だと思うんですよね。まあそうですね。だから今ってでもおいくつになるんですか。40ですね。だから僕今年37なんで3つぐらい。3つぐらいですね、はい。だから一番こうテレビが盛り上がってる時見てるじゃないですか。見てますね。小学校中学校の時おもろかったっすよね。どんな番組見てたんですか社長。いやでも、はい、いや
ぱりゴッツとか。やっぱそうだよなこれもうそうですよね。からの、はい、まあ、ガッキツカとかあとダウンタウンさんがもう爆発的に、だからこう、はい、ヘイヘイヘイとかもそうですけど、そうですね、なんかで、まあ、トンネルさんもそうですし、はい、ドラマで言っても変だし、ロングバケーションとか。ロングバケーション、木村拓哉さんかっこよかった、名作ですわ、はっきり言って名作、ね、もう本当にあの一番僕らで言うとその CD が売れた時代とか。そうですね、もう小室哲哉さんが出したら 100% 100万枚売れるすいません本当になんかダブルミリオンとか。ダブルミリオンは当たり前やりにくてごめんなさい。夜も引っ張れとかあったな、本人登場ありましたよ俺も好きやったのまで見たい聞きたい歌いたいですね。たまつけばそっからじゃあ M1 ができたり、 M1 ができたんです2001年。気がこう新しくなってきましたけど、はい、なんか一番いい時代を見させていただいてる気がしますよね。確かにそうですよね。逆に何がこう当時見られてて印象だったんですか。僕はそれこそ今おっしゃったダウンタウンさんのやつはもちろん全部見てました。ただその頃から僕どこかでお笑い芸人になりたいって思ってたんですよ、はい、でもうこれ偉いもんで当時そこまで意識してないんですけども、勝手にこうシミュレーションしだすんですよね。自分がもしもお笑い芸人になったらどうなるんだろうとか、はい、で見てる時にダウンタウンさんの番組を見ちゃうと絶対勝てないって思っちゃうんですよ。どうシミュレーションしてももうどうシミュレーションしても自分だったらそんな発想になれへんとか、まあ、例えばトカゲのおっさんとか、うん、ね、まあ、コントがあるんですけども、なんでこんなん思いつくのみたいな、うん、で自分が芸人だとこれ無理やなとか言って、で自分の芸人像ってどんな感じなんだろうなって考えた時にもうがっつりハマってこの人に憧れたっていうのはトンネルさんですね。へえ、はい、でね、まあ、トンネルさんももちろん才能めちゃくちゃありますし、トンネルさんに勝てとかそんな話じゃなくて、なんか距離感が近かったんですよ。テレビを見ていて、うん、なんか距離感近くて、こっちよりはこっちみたいな、はい、でこれ何やろうなと思って僕最近気づいたんですよ、はい、これ YouTuber さんもそうなんですけど、 YouTuber さんってカメラ目線で喋りますよね、うん、でやっぱり YouTuber とテレビの大きな違いって距離感の近さだったりすると思うんですけども、はい、トンネルズさんも当時からカメラ目線でやってたんですよね。カメラ目線でおいお前らとかやってたんですよ。なるほど。俺ねあれはやっぱ距離感すごい近くなってたんじゃないかなとか思って、だからトンネルズさんの番組めちゃくちゃ見てましたね。あ、好きでしたね。だから大阪人だと珍しいかもしれないですね。あ、そうなんですか。やっぱりダウンタウンさん、みんなダウンタウンさんっていうところがあったので。そっかそっか、僕東京は東京育ちなんで、はい、普通に両方、むしろ多分入り口はトンネルさんの方が早くって。あ、そうか、後から、はい、でしたけど、はい、そうなんですね、関西人そうなんですね。いや基本やっぱりみんなダウンタウンさんだから NSC っていう養成所が吉本にあるんですけども、はい、みんな憧れてたの、当時僕らの世代なんか特になんですけども、もうみんな口揃えてダウンタウンさんに憧れて入ってるし、ダウンタウンさんの真似をしているしって。うん、だから当時ね、僕らで言うと同期たくさんいるんですけども、南海キャンディーズだったりウーマンラッシャーでいっぱいいるんですけども、みんな漫才ちょっとこうハスに構えてね、ダウンタウンさんのような漫才みんなしてましたから。そんな中で唯一僕らだけテンポの速い漫才したんですよ。なるほど、褒めてください、褒めてくださ い、 ださいそう、僕らだけだったんですよその頃から。そう、全部西野の戦略ですけどここまでの話全て、いやいやいや全てじゃないですよ、全てじゃないですけど、そう、でもほんまにそうで、みんな憧れてましたね。でも僕はいつかトンネルさんみたいなテレビを作りたいなってずっと思っていて、でテレビではなかなかちょっと結果残せなかったね。じゃあ YouTube で僕は好きなことをやろうと思ったのが大きなきっかけだったりしたんですけど。いやでもこう今日お会いするじゃないですか、はい、僕にとってのこう梶原さん、梶作さんみたいなことをこう、はい、ぼーっと考えた時に、はい、こうよく僕らも聞かれる質問があって、はい、芸能人の方が YouTube を参戦される方が多いですけどどう思いますか、うん、危機感なんですかみたいなことをいただいて、はい、まあ、当たり前に返させていただくのがいろんな方々が見てくれるようになるから、うん、もちろんその僕らもピンチかもしれないこともあるかもしれないけど、でもチャンスかもしれないですよという与えされないことを言うわけですよ、はい、取材の時は与えされないこと仕事柄、仕事柄、仕事柄、はいはい、なんですけど、なんかその本音で言ってる時は、はい、いつもその片足突っ込んでやられる方が増えれば増えるほど、うん、本当に屍も増えるし、うん、でファンだけをこう持ってきていただくんで、はい、結構なんかこう芸能人さんのチャンネルから来たけど今この YouTuber のチャンネル見てますって人結構多くって、かなりいますよ、はい、なんかそういうのはやっぱ知っちゃってるんで、はい、何にも危機感としては
ないんですけど、うん、やっぱりさっき言ったように片足突っ込まれるだけだったらいいんですけど、うん、両足腰を据えてこうどっぷりやられる方ってそれはいいか悪いかじゃなくってなかなかいらっしゃらないんですよね。うん、本当にカジサックさんとして、はい、今日から YouTube やられますっていうふうに決められて、はい、スタートされたこと自体が本当にすごいことだと思いますし、ありがとうございます。でこの間ね2周年で200万人っていうのも出させていただきましたけど、はい、なんかそのもともと認知度があった人だから成功するって世界になってもないから、いや全然そんな世界じゃないです、そう思われがちなんですけども、全然そんな甘い世界じゃないですからね、はい、なんかその再生数が取れるとか、 なんか一発的なことって多分できるじゃないですか。うん、そうですね、はい、よく僕らもエンドレスマラソンって表現をしますけど、ほう終わりがなく走り続けるわけですよね。確かにそうです。でちょっと夏休み欲しい時でも動画にしなきゃいけないとか、はい、いろんなことがあるわけじゃないですか。あります、はい。でこうやっぱ見て簡単そうだなって思われがちですけど、はい、すごく大変じゃないですか。大変です。なんかそんなところをこうやりきって、はい、今本当2周年っていう梶原さんとお会いできるっていうのを今日もずっと考えていて、なんかこう素直にすごいなって思いますし、うわ嬉しいです。なんかさっきそのテレビだとあれだから YouTube でっておっしゃってましたけど、はい、なんかそんなうまくいかないじゃないですか普通は。そうですね、はい、やっぱりある程度のある程度っていうかもうかなり研究もしないといけないですし、うん、とりあえず YouTube で一番やってはいけないことはとりあえずこれやっとったらいいんでしょうだと思うので、うんうん、だからそれは絶対ダメだと思ったんで、やっぱり僕も研究に時間を費やしましたし、約1年ぐらい研究させてもらったんですけども、でその研究した結果これは両足突っ込んでやらないと絶対に認めてもらえないし結果を残せないと思っていたので、そこは相当考えましたね。まあ、よく僕らもそのテレビ難しくなったから YouTube に行きますとか、はい、そのなんかこう上流から下流に降りてきますみたいな、それは違うと思うんですけどねみたいな。全然違うんですよ、僕が一番初めの動画で言ってますわ。なんかどっか下に見てるところがあると、そこの壁をぶち壊したいって言ってたんですけど、全然違うくて、もうこんなん言うとあれですけど、はい、僕、まあ言うてタレントやってました。やってました？やらない。その一応、まあやってたんです。まあでもそれぐらいの気持ちのことですよね。そうなんですよ。はい、で、こんなんもう僕が言うたら説得力があると思うんですけど、100% YouTuber の方が大変です。もう演者として出てる時って、まあもちろんそっちもそっちで大変な世界ですけども、やっぱりいろんなものを準備してもらえてるし、編集ももうお任せだし、稼働時間なんかで言うと、もう YouTuber さんに比べたらもう全然ないぐらいなので、しかも直接的な声もあんまり実は届かないんですよね。まあ最近まあ、Twitter とかいろいろあれ、なんで SEO じゃねえや、なんだっけ、SNS が出てこなかったんですよ。むしろSEO が出てきた方が芸人さんとしてすごいと思います。もうちょっともう本当申し訳ない。何考えてるんだろう。今梶原さん SEO 気にすること何があるんだろう。新事業ですかね。いつもタイトル考えるときにいつも SEO 気にしてます。SNS が出てこなくなった。言うて市場なんでね。そう、だから SNS あるからあれですけども、今僕は思うのはやっぱり直接的なこうやって YouTuber がやっぱりすごい来るじゃないですか。はい、もうどっちが大変かで言ったら僕はもう絶対的に YouTuber さんの方が大変だなと思いますよね、はい、僕もそう思いますですね。本当に別に逆にテレビでも経験させていただくこともないし、はい、制作することもないですけど、冷静に考えたら分業制と自分で、はい、まあ、YouTube も今分業になってきてる部分ってありますけど、はい、でも責任も全部自分だし、そうですね、っていう意味では全然違いますよね。